今自分の持ってる愚道史上全部持ってきました。全力で頑張ります。酒井純一郎と申します。24式太極拳を学んできました。24式のいいとこを出せるように頑張ります。頑張らないように頑張ります。はい、続きまして第11試合、今11試合目なので、はい、12試合ぐらいで次の方を指名していただくという形にしようかな。指名戦、はいはい、テレフォンショッキングスタイルにしようかなと思ってますけど、ブルーライオン選手はこれはパンプの方針を入れてほしいですよね。この方がいいですね。次はじゃあ鈴木先生と北川先生じゃないですか。続きまして、あ、まだまだ、はい、白の陣酒井純一郎。ただの先生、帽子を取りまして、今ヘッドギアをつけました。藤原先生、終鉄。お互い衣装がかっこいいですね。はい、ブルーライオンの帽子を取りました。寒いテレモンショックですね。いや、そうですよ、本当に。ブルーライオンが入ってたんですね。なるほど、なるほど、なるほど。楽しみでございます。タモリさん、懐かしの。そうですよね。この4年続いているのが大体通じると思うんですよ、ね、いや、世代的にはですね、確かに。そうですね。チャチャチャも通じる世代ですよね、多分ね。あ、そんな時言ってたらね、風来坊さんと酒井さんの中国拳法対決の失敗でございます。そうですね。あ、中国拳法どうした、本当だ、太極拳。はい、太極拳と太極拳ですね。はい、ブーライゴー選手の圧力もあった。そうですね、噛み合いますね。赤1ポイント、現在2対0。噛み合いますね。白1ポイント、ポイントは2対1、赤が1ポイントリード。白1ポイント、2対2、2になりましたよ。さあどうなる、緊張感が。赤1ポイント、サード違いが。